H3N2 ア系は A 型インフルエンザウイルスのア系の一つであり、H3N2、A とも表記される。香港風邪を引き起こしたア系であり、A 香港型あるいは香港型とも呼ばれる。主に人及び豚に感染し、人と豚の間でも相互に感染する。H3N2 は他のア系との間で遺伝子再集合によって抗原シフトを起こすことがある。 毎年冬季に流行する季節性インフルエンザである。ワクチンは次のシーズンに流行しそうな H1N1、H3N2、H1N2、B 型インフルエンザウイルスの変異株の予想に基づいて製造され、北半球と南半球では別々に開発される。熱帯においての流行では季節間で明確な差異が見られない。過去10年間においては、 H3N2 は H1N1、H1N2、B 型インフルエンザウイルスに比べてより大きな流行を起こしていた。H3N2 には耐性株が出現しており、一般的な抗ウイルス薬であったアマンタ人とリマンタ人に対する耐性株は1994年には1%で、あったものが2003年には12%、2005年には91%に、 増加していることが判明したと報告された。豚においては A 型インフルエンザウイルスのうち3つのア系が世界中で豚インフルエンザを起こしている。米国では1998年まで H1N1 が豚の間で流行していたが1998年後期からは H3N2 が分離されている。H3N2 の多くは3重の遺伝子再集合を 起こしており、人、豚、鳥の3つの遺伝子領域を持っている。米国では、SIV のコントロールと豚への感染予防のため、2か SIV ワクチンのうちの1つを使用している。近年分離された97株の H3N2 のうち、41株は3つの SIV ワクチンに対して、血清交差反応を起こした。インフルエンザワクチンは流行しているウイルスと、 一致しなければ効果がないため、H3N2 が変異した場合は市販の豚に対するワクチンの効果がなくなる可能性がある。H3N2 鳥インフルエンザウイルスはもともと中国の豚の間で流行していたが、ベトナムの豚でも感染が確認され、新しい変異株が出現する可能性が高まった。豚はヒトインフルエンザウイルスにも感染するが、 それによって H5N1 との間で遺伝子再集合を起こして変異する恐れがある。遺伝子再集合によって人に簡単に感染することができる株が出現する可能性がある。H3N2 は H2N2 から抗原シフトによって誕生し、香港風邪を引き起こした。2006年1月のインフルエンザ感染者数では H3N2 の感染者数が 最も多かった。一般的な抗ウイルス薬であるアマンタジンとリマンタジンの体制株の割合が2005年までに91%に増加した。H5N1 のような鳥インフルエンザウイルスと遺伝子再集合を起こして変異した場合は大規模なパンデミックが起こることも考えられる。2004年8月、中国で豚から H5N1 が発見された。 PSI カテゴリー、香港風、邪または、香港インフルエンザは、H3N2 が引き起こした CD、CDC による、インフルエンザパンデミック重度指数カテゴリー2に、値するパンデミックである。H3N2 と、H2N2 の抗原不連続変異が、新型ウイルスとして一連のルフを引き起こした。 香港風邪では1968年から翌年にかけて少なくともおおよそ50万人が亡くなったと考えられる。また、アメリカでも500万人の罹患者が出ており、3万3000人が亡くなった。この流行では H3N2 と H2N2 の両方が鳥インフルエンザと共通する遺伝子を含んでいたとされる。この新型は豚が 人型と鳥型の両方に感染して、すぐに人間に感染するようになった。豚は彼らに分岐している和形の細分類を証拠付けたため、豚はインフルエンザの中間的宿主であることを暗示した。しかしながら、他の宿主も同様の複数の感染をすることができ、鳥から人間への直接感染も可能である。H1N1 は鳥から直接人間に、 感染するようになった可能性もある。香港風邪は1957年のアジア風邪との原因となった H2N2 と同じノイラミニダーゼを持っていた。内部タンパク質やノイラミニダーゼに蓄積された抗体は結果として他のパンデミックに比べ少ない感染者で進んだ。しかし、インフルエンザー系の間の交差免疫はよくわかっていない。 19世紀に H3NX 系の感染力に関する血清学的証拠の研究があるものの H3N2 のルフとして初めて広く認知されるようになったはこの香港風が最初である。香港での発生の最初の記録は1968年7月13日であり都市の1英化あたり500人程度の人口密度の場所で確認された。この後2週間で 最大数の感染に至り、この後6週にわたって流行が続いた。ウイルスはクイーンメリー病院に隔離された。感染者の兆候は4日から5日の間続いた。シンガポールでも感染が報告されている。1968年9月までには、インド、フィリピン、北、オーストラリア、ヨーロッパに伝染。同時期に、アメリカ合衆国カリフォルニア州では、 ベトナム帰還兵に感染が確認されている。1969年には、日本、アフリカ、南アメリカに到達した。香港から広まったインフルエンザであるために、日本では、香港型、A、香港型と呼ばれることも多い。復建風邪は、復建省で人に引き起こされた H3N2、アケーインフルエンザか。 鳥に引き起こされた H5N1 やケインフルエンザの流行を指している。台湾海峡の中国側の対岸である福建省にちなんで名付けられている。H3N2 アケイは2003年から2004年の流行期に人間に対して非常に猛威を振るった。これは2002年から2003年にかけての流行期に反復したものにヘマグルチニンの遺伝子が供給されたクレードである。 復権型は2004年からの流行期の際に参加のインフルエンザワクチンの一部を含むと、その子孫は H3N2 の中で最も人間にとって一般的なインフルエンザウイルスとなっている。ありがとうございます。